うわー、見て見て、マザーハートスタイルかわいい。私たちもマザーハートスタイルになってみたいな。あ、そうだ、いいこと考えた。キュアエールの色を私たちそれぞれの色に塗り塗りしたら、もしかして私たちもマザーハートスタイルになれちゃうのかな。ということで、今日は遊んでプリキュアの塗り絵で、スタートインプルプリキュアのみんなもマザーハートスタイルに大変身しちゃうよ。まずは私から。あぐたんはそれ、色を塗られた状態でスタート。私のおかみは青っぽい色だから、こんな感じの色かな。この色でおかみをぬりぬりしていくよ。およよ、眉毛もぬりぬり。それからお目目はこんな感じの色。私っぽくなってきた。あとは頭のお星様の色が黄色だから、ここは黄色でぬりぬりしちゃおうっと。似合ってる。首元はブルーにして、ここは緑色にしちゃおうっと。肩の部分の輪っかは同じ感じだね。それからお耳は、私は星様だからこんな感じかな。お耳のふわふわはピンクじゃなくて緑にしちゃうよ。簡単な色に戻して、マザーハートスタイルのベールをつけて、頭のハート、こんな感じかな。それからお顔の色もぬりぬり。お洋服はブルーでぬりぬり。かわいい。あとは背景を青にして、影をつければキュアミルキー風キュアエールのマザーハートスタイル出来上がり。うわー、かわいい。いいな。よし、次は私の番だよ。私はピンク色だから、キュアエールとそっくりのマザーハートスタイルになるかもね。私のおかみの色は、キュアエールよりもちょっと濃いめのピンク色でぬりぬり。それから、おかみもぬりぬりして、お目目も同じ色でぬりぬりしていくよ。もうこの時点ですごくかわいい。頭のお星様の色は、もうちょっと明るい色かな。こんな感じの色で、ぬりぬりと。それから、ここは、濃いめのブルーでぬりぬりして、真ん中は、濃いめのピンクでぬりぬり。おっと、このリボン忘れてた。よし、これで OK。頭のベールもこんな感じのピンク色にしようかな。そしてここはちょっと薄く。まあ、かわいい。耳もピンクで、イヤリングはやっぱり黄色だよね。素敵。お洋服は、この部分は赤にして、それから、こっちの部分は、薄めのピンク色にしようかな。かわいい。あ、ここは、この色にして、お顔の色も塗って、もうこれ影がついてる状態だったね。よし、これで出来上がり。私のマザーハートスタイル、出来上がりだよ。どうかな？似合ってるかな？二人ともとっても可愛いね。次は私の番だよ。私のマザーハートスタイルも上手にぬりぬりできるかな？私のおかみは紫だから、色を作って、紫色でぬりぬり。まあ、かわいらしい。お目目は、ブルーだよね。それから、頭のリボンは、濃いめの紫色でぬりぬりして、ここは黄色。真ん中はこのまま白でいいかな。お洋服の色は、そうだな。この部分は、ハートの部分を薄いブルーにして、そして、濃いめの紫色でぬりぬり。それから、こんな感じの紫で塗って、お耳は、黄色で塗り塗り。お耳のふわふわの部分も、紫で塗っちゃおっと。うん、かわいらしい。エールは、薄い紫なんてどうかな。この部分も薄い紫で塗って、あとは、お顔と、腕を塗って、お洋服の、ここも紫で塗ってみようっと。背景も、紫で塗り塗り。こんな感じの紫にしようかな。そして、影をつけて、お、影はついてたんだ。どうかな？キュアセレーヌのマザーハートスタイル出来上がりだよ。上手に塗れたかな？みんなすっごくかわいい。よし、最後は私がマザーハートスタイルに大変身しちゃうよ。かわいく変身してみちゃおっと。私のお髪の色は黄色だから、この色でぬりぬり。うわぁ、すでに超かわいい。それから、耳元のアクセサリーは色の調整が難しいけどこんな感じの色かな。うん、こんな感じかな。お、いい色いい色。それから頭にもこんな感じの色をこういう風に入れて、ここもこの色にしちゃおった。そして、ここは、もうちょっと濃いめの黄色がいいな。ちょっとオレンジ寄りの濃いめの黄色を入れて、で、この真ん中は、この真ん中っていうのは、このハートの真ん中は、黄色にして、ここはこの色にして、ここはオレンジで塗っていこうっと。うん、かわいい。お目目は、この色かな。もうちょっと濃いめのこの色かな。うん、こんな感じだね。そして、お洋服はここをこの色にして、こちらはオレンジにして、それから頭のベールはこんな感じでどうかな。髪の色と耳のふわふわを合わせてお顔の色を塗っていくよ。私のお顔の色はお日様の恵みをたくさん浴びたこの色。洋服の色。ちょっと変えよっと。洋服の色この色にして、それから、首元のこのネックレスはこれにしよっと。ここの色もこの色に変えて、背景はこんな感じかな。やったー、キュアソレイユのマザーハートスタイル出来上がり。どう可愛く塗れたと思うんだけど、どうかな。ねえねえ、みんなは誰のマザーハートスタイルが一番似合ってると思ったかな。コメント欄に書いて教えてね。一番最初にぬりぬりしたキュアミルキーのマザーハートスタイルが一番似合っていると思ったら、コメント欄に1番もしくはキュアミルキーって書いて教えてね。2番目にぬりぬりしたキュアスターのマザーハートスタイルが一番似合ってるって思ったら、コメント欄に2番もしくはキュアスターって書いて教えてね。3番目にぬりぬりしたキュアセレーネのマザーハートスタイルが一番似合ってるって思ったら、コメント欄に3番もしくはキュアセレーネって書いて教えてくれると嬉しいな。最後にぬりぬりした私キュアソレイユのマザーハートスタイルが一番似合っているなと思ったら、コメント欄に4番もしくはキュアソレイユって書いて教えてね。みんなのマザーハートスタイルすっごく可愛かったよね。みんなたくさんコメントしてね。それから動画を最後まで見てくれた人はグッドボタンよろしく。チャンネル登録もお待ちしてるよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。お、色が戻ってく。すごーい。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。